おはよう。朝からそんな心機臭い顔してどうしたそんな顔してると幸せが逃げてくぞえ最近ずっと誰かに見られてる気がしてリラックスできてないえ何それストーカーってやつウケるんだけど <laughs> てか男がストーカーされるって珍しくない初めて聞いたわねどれくらい前からストーカーされてんのへえ視線を感じ始めたのは1ヶ月くらい前からだけどそれより前からポストに手紙とか入ってたりしたんだいやそれ結構ヤバやばくね 警察に相談したけどまだ大した被害が出てないから動けないって言われたマジ警察って意外と頼りないんだねーよーしじゃあ頼りない警察の代わりに私が君のストーカーを調べてあげよう遠慮なんてしなくていいってクラスメートじゃん私たち。 じゃあ早速今日の放課後からストーカーの犯人探し頑張るぞおお君のストーカー探しを始めて何日か経ったわけだけどもなんと私有力情報を手に入れてしまったかもしれません詳しくは私の家で話すから早速行こう そこの部屋だから先入っててねつっかまえたごめんね君が暴れる前にちょっと手錠で拘束させてもらうねこの光景は何なのかって見てわからない私が君のストーカーだったんだよまず写真は壁と天井を一面に貼ったでしょ 君の下着とか、使った後の歯ブラシとかはそれぞれ机とかタンスに入れてあるでしょう。んああ、写真が全部隠し撮りみたいだってそうだよ君の写真は全部隠し撮りお風呂場とかの写真があるのも設置した監視カメラで撮ったんだ 本当は君のストーカーの犯人探しを手伝って君と仲良くなって告白してもらおうと思ってたんだけど我慢できなくなっちゃっただからまあ申し訳ないけど君のこれからの生活スペースは私の家になっちゃうかなでもこの隣の部屋君の部屋を再現してるから安心してね。 んストーキングしてた理由それはねたまたま君が驚いた時の反応を見たことがあるんだけどその時の君の反応が小動物みたいで可愛いなーって思って君が驚いてるところもっと見たいなーって思ってたらいつの間にか君のことが好きになっててさ。 好きな人のことはなんでも知りたいじゃんだから監視カメラとか置いて君の姿がいつでも見れるようにしてたんだ手紙に関しては純粋に私の気持ちを知ってほしかったのと君を驚かせたかったっていう二つの思いがあってポストに入れてたんだ初めて私の手紙読んだ時の君のあの反応最高に可愛かったな ああ安心してね君がこの家から出て行こうとしない限り君を驚かせるようなことはしないからなるべくでももしこの家から私から逃げようとしたらその時は死ぬほど怖い目に合わせてあげるから覚悟してね